とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を、ほぼ使ったことないんですけども、使ってみようと思います。スイフトストライカーですね。コメントでも使ってほしいという声はありました。エンチャントが、リフレッシュ、重力、クリティカル、追い打ち、です。で、防具、ウィザーに、ハープクロスボウ。で、アーティファクトは、ブーツ、エリクサーのカバン、キノコですね。こんな感じで攻撃をします。さあ、これ強いんでしょうか？デイリーに行ってみましょう。それでは、地下寺院ですね。プレイヤー HP が 30% 減少。で、50% がレッドストーンキューブに変わって、食料貯蔵。微妙だな。本当に微妙だな。まあ、行きましょう。まあ、常に、あれだね、パワーポーション飲んでいけば、なんとかなるっしょ。で、デスバーターは発動していく。まあ、HP がね、結構減ってるのが、ちょっとネックなんですけども、多分大丈夫だと思う。で、いやー、キャプテンは探していくんですけども、そうねー、待ち伏せがあんまり意味がないんだよな。ああ。まあ、確かに、ダメージは、レベル3だったら上がりやすいんだけども、レベル1だったら 20% だし、そこまで発動しやすいやつじゃないので、まあ、編成によるか、召喚ビルドとかだったら、やりやすいのかな。いや、どうだろう。わかんない。まあ、とりあえずこの編成でちょっと進んでいきましょう。もう今のところ別に問題はなしです。おお、いる、いた。いや、なんか敵が周りすっげえうぞいぞ。ちょっと待って、これ敵がヤバすぎるな。ちょっと待って、まず取らせて。いや、ちょっと待って待って待って、これひどい。 OK。 え、な、何がついた。あ、略奪者に変わるか。全然問題ないのがつきましたね。やっぱりね、リーチが短い。もうちょっとね、リーチ長くないと戦いにくいな。上にはもういないか。おいおいおい、綺麗な。重力ついてる、光もついてる。では中間地点突破です。まだキャプテンは1体しかいないんだよね。これは洞窟の中にいるタイプかな。洞窟の中に全部、あー、おーっと、いるいる。ちょっと待って、こっちなんか反応がある。おい、まあ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 、ウィザーで全然回復していけてるね。よし、 OK。 いけ、いや、きつい。よし、 OKOKOK。 待て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 、まず取らせてくれ。よっしゃ、あーた、おー、固まった。やべ、いや、でもよう回復するな。ちょっと待って、お前、どうし。よし。え、これネクロマンサーが回復しすぎなんだけど、これ。よし。あぶね。よし。このネクロ、これ、ひでえぞ。何がついてんの。いや、霊気だけにしては、あー、もう。やたら強い。周りになんかいない。味方回復かなんかさ、なんかひでえよこいつ。あ、いや、味方回復いないか。なんかやたら耐久力ある。あ、お前らか。なんかひでえやつがいたような気がするんだけどね。そうでもない。いや、まあまあまあ、霊気だから回復が追いつかなくなったのか。
やいやいや、結構きついわ。で、何なの？あ、プレイヤーダメージが 60% 減少してるじゃん。そりゃ倒せないよ。そりゃ無理だ。なるほどね。結構エグいのつきました。エゴか。まあ、とりあえず、おぉ、ちょっと全然倒せないな、これ。エボーか、全然、あ、いたいたいた。いや、まずい。モーションバリアが、切れる。まずいまずいまずい。よし、旗は絶対取らせて。もう、うっとうしいのがおる。もう、HP ももともと減ってるしね。よし。霊気いかん。霊気これ全然いかんぞ。よし、オッケー。霊気うっとうしい。で、もうゴールはもう見えてんのよね。ゴールは見えてますということは、あと3体いるのかだね。あと3体キャプテンがいるはずだから、ちょっと減りすぎ。多分この中にいるんだろうね。マジか。待って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 。あ、変更ね。おいおいおい。いや、単体火力はまあまあまあそれなりにあるとしても、範囲が狭すぎてものすげえ戦いにくい。よし、オッケー。火力はまあまあまああるよ。うん、単体火力はね、それなりなんだけども、ハーフクロスボウで行った方が敵が多いところはいいわ。対マンでね、1対1で殴り合うんだったら、まあ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 それなりに強いとは思う。やべえやべえやべえ、多すぎるわここ。ちょっと待って、俺の火力が減ってるっていうのがマジででかい。おーい、ひどい。よっしゃ、 OK。 とにかくリフレッシュをある程度発動させながらいかないとね。 HP も減ってるし、オッケー。どうしようこいつら、多すぎるんだって数が。よし行こう。多分2体はいると思う。ああすごいぞ、敵の数とかが。よし、確実に減らしていこう。デスバーターもあるし、ま、今のところ大丈夫ですね。いやー、マジかマジか、誰だ。ちょっと待って待って、もうこれまずい。ちょっと待って待って待って、これどうしようもないどうしようもない。あぶねあぶねあぶね、すっごいひどすぎるわエンチャントが。ちょっと待って、浮遊射撃なんとかしよう。あいつか。ちょっと浮遊射撃はこれいかんわ。うわー、もうどうしようもないこいつがいたら。 OK、 キャプテン発見。いや勝てー、とんでもなく硬い。で脅威が2。あれ、これだけだ。嘘、今神秘が略奪者とダメージが減るやつだもんね。で脅威が2。これキャプテン全部いないタイプかな、もしかして。まあゴールの横にまだ道があったので、そっちにも行ってみましょう。よっしゃ、こっちにはいると思う。
ほらほら、いた。いるぞ。ちょっと待って、電気がいるだろ。こう、ちょっと待って、きつい。ちょっときついって。よし、ちょっと冷気やめろって。あぶねえ、冷気でマジで攻撃ができん。よし、お前らがめんどくさいのは OK。 冷気なければもう全然いけるわ。で、何？うん？あ、モブが火傷を持ってるね。あ、でももうモブいないもん。うん、もうクリアなんで。いや、キャプテンが5体でしたね。うん、できれば6体行きたかったんだけども。まあいいでしょう。おーい、最後の最後すごいのがおるぞ。いや、これ勝てんな。おい、トゲ帯電って、おいおいおい、高速攻撃まで。よし、はい、クリアですね。ということで今日はこれ、スイフトストライカー使ってみました。単体火力としては高い。うん、単体火力はまあそれなりに強いんだけども、集団戦となるとちょっと弱いですね。うん、もう弓でガシガシいった方がまだマシでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。